どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は異世界薬局見ていきたいと思います。早速見ていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、何すごい暗い。うわ、何この人。うわ、うわあ、何してんの。ブリのお父さんじゃん。人体実験。わ、ブリナさんの昔の実際の経験か。カミュ。わあ、今出てきたカミューっていう人も薬師だったんだろうね。で、人体実験をやってた人なんだ。あー、で、処刑されたみたいな感じかな。結構今までにない演出でしたね。今までの異世界薬局ではなかった感じ。いやー、ちょっとお話もそういうシリアスめにな方向に行くんですかね。あー、でも前回自分昨日見たんですけど見たばっかなんですけど、あのピエールさんの話もすごい良かったですよね。この時代の薬師がファルマ君のね、超最先端の医療を肌身で感じて、もう感動して感激して、だけれども自分がもうその力には及ばないって言って落ち込んだりして、すごいなんか人間味があったっていうか。それでね、もう自分のお店も壊されちゃって、もうどん底だった時にファルマ君が手を差し伸べ、今やね、あ、ここ、あれ？今のだよね。ここにも映ってるんだ。ピエールさん、夜明け薬局定型第1号店。いやー、いい話だったな。ある邪悪な男の話。ブランシュ。はい。パレ。長男の人だ。へえ。はあ。お兄さんか。超優秀なんだよね。むずい。なんか違くない？超かわいいブランシュ。
なんか他にも書いてあるの。卸売りの一大イベント。はあ。なるほどね。ああ、お兄さんだ。かっこいい。すごい感染症だね、これ。感染症なんてどうやって防ぐんだろうね。何？これか。ここは死者が減ってるんだね。あ、そうなんだ。そうだったんだ。お、ご褒美。
察してんだ、陛下。ハルマ君を後押ししてくれるんだね。あ、久しぶりなんか、エレン。なんだろう。お、あの頼んでたやつかな。何？どうした？うん。何？テスト菌ってのがあるの？この二人はね、弟子なの？信頼における二人なんだろうね。疾病。そんなになの？100%。これ実際にあったんだもんね。やばいね。わあ。え？すでに用意したの？エレン。
お父さんは一緒に行ってくれるんだ。陛下のこれいいね。本当に。頼もしい。お、かっこいい。あ、ピエールさんじゃん。無償でね。なんか今のこの時期にさ、これを見るって、なんか意味、すごい意味があるよね。サロモンさんがいる。この人ちょっと恐ろしいから 笑顔が。今の言葉すごいね。やっぱトップに立つ人って感じがする。
ロッテが。そうだよ。この笑顔も守らんとな、ファルマくん。いや、この BGM も相まって、すごいいい。マーセイルへ。え、早い。 本当に早い。もう終わりか。いや、面白くてもうね、なんかもううんうんってうなずきながら見ちゃうな、このアニメは。いいわ。ほんと今言ったばっかりだけど、最後のシーンすごい良かったな。なんかあれは夕日？夕日だよね。夕日を指しながらさ、あの BGM すごいなんか神秘的な感じがして、なんかこれから戦いを感じる緊張感もあるけど、なんか背中を押すような、そんな説得力もあって、なんかあのシーン良かったなって思いましたね。あとやっぱ陛下がね、すごい人柄がやっぱり、なんて表現すればいいか分かんないけど、壮大な聡明な人なんだなって思うな。まあ、ファルマ君のことをね、まあ、ただ気に入ってるだけじゃなくて、あの子がいる、今この時代にいることが幸運なんだと思ってみたいなことを言ってたけど、そんなこと思えるんだね、トップに立つ人が。一少年だよ、だって。いやー、すごい。本当にいいね、このアニメは。そしてまあ途中でも言ったけど、今このご時世に、お、ちょっとごめんなさい。 C パート、あ、これ初めに出てた教会、これ前も出てた、あの教会サロモンさんがいたとこ、ネズミいる、え、黒いオーラ。うわ。やば。何最後のあれ。もう、あれだよね、冒頭に出てたあのさ、ブリノさんが、たちが、の目の前で処刑されちゃったあの人だよね。それが次回出てくるのか。ファルマくんがね、今回いろんな手はずをこう取って準備したけど、あいつが邪魔してくるっていうわけかな。そう、そしてさっきね、ちょっと途中で 言いそびれちゃいましたけど、このご時世にね、今回の話、黒死病の話があって、やっぱりね、このアニメっていうのがすごく今のこの日本にとって影響を与えるアニメだと思うので、ぜひね、みんなで見た方がいいと思います。はい、ということで、同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に関する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。